いやありがとうございます。わーいいですね。ちょこっとの沢田の部屋で今日もゆっくりしていってください。うん、あー美味しい。なんかピーナッツが喉に入った。美味しいね。うん、乗っていきます。テケテケハニタンさん、こんばんよ。こんばんよ。聞きましょう。受けてください。こんなことある、逆に怖い。さあ続いて、こんばんよ。こんばんよ。うわ、ドキドキする質問きた。自信なさげ。ねえ、あ、わかりにく。でもそういう感じかな。伝われ。ありがとうございます。で、続いては、はい、もちろんです。なんか、あれよね。ふわっと。なんか、どうですか。はじめまして、ありがとうございます。新しい。いや、ま、そう。心持ち。じゃない。ゆるく来てください。でも私も気になります。他のリスナーさん、どのような心持ちで聞いてるのか。考えたことなかった。皆さん、どんな気持ち今。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、今日はこんな感じでお悩み相談に乗ってまいりました。なかなかいい感じだったんじゃないでしょうか。皆さんも困ったこととか、聞きたいことあれば、いつでもコソラジにお送りください。今日は特別に、私の好きなものを教えちゃうね。こっそりだよ。こっそり。それは、西川パンのフラワー！いけないいけない。大好きすぎて大きな声になっちゃった。うん、こっそりね。西川パンのフラワーだよ。このコーナーは、西川食品がお送りしました。あ、ちょっと、巻き方いつも違う。あ、すいません。ごめんなさい。また来週も遊びに来てください。バイバーイ。あー、お姉ちゃん、写真撮って。待って、行かないで。あ、あーでー、あでー、超金魚金。実に奥ゆかしい。お母さんへ。先日、西川パンのフラワーを見つけました。昔、よく一緒に食べたよね。今も変わらない甘さで、本当に美味しかったです。フラワーと一緒に、帰ります。あなたのそばに、西川パン。ちなみに、私が好きなパンは、バッファローです。あ、今、皆さん入ってきた時に、冷気も一緒に入ってきました。え、めちゃくちゃ冷たいですね。寒かったですよね。少々お待ちください。応援してまよーっていう、こうなんかゆるっとした感じ、かわいいです。かえり、久しぶりです。こんばんよにゃー。こんばんよにゃー。あー、20。ほんまですか。そこまでせんでいいよっていう。いらっしゃいませ。なあ、真面目すぎるし、もうざわざわするわ。ちょっと待って、なんかざわざわするんですよ、こういう。自信ない。自信ない。私が教えを問いたいです。自由な時間です。真面目だった、今日。大丈夫かな？おやすみなさーい。西川パン！ 2！ にっこり！笑顔の輪が広がる！ 4！ 自然の恵みがいっぱい！ か！ 変わらない美味しさと、香り！ わ！ 我が家はみんな！西川パン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 ！美味しい、甘い、いい香り！西川パン！赤ずきんちゃんはおばあちゃんに化けた狼のいる家にやってきました。どうしておばあちゃんの手は真っ白なの？それはパン生地をこねてたのさ。どうしておばあちゃんのお口はそんなに大きいの？お前と一緒に美味しい西川パンを食べるためさ。ギャー！